下のロッキーチャンネル。おはようございます。今15時36分なんだけど、今日はあの音のあの病院行ってきます。牧田病院ね。で今日はリハビリとかじゃなくてあの診察なんでね。前はねこれ行った帰りにねまた入院だったからねまあ前回はほらデイサービスとかもあったから多分1日病院にいたからね結構大変な目にあったと思うんだけど、まあ音をとりあえず病院に送って、でも俺病院にいないとダメだよな。あのちょっとあの親孝行千切りにします。千切りに皆さん意味わかる。押してくれ。今病院終わって音を下ろして、で薬も家に置いて、今からちょっとスーパーかコンビニ行くんだけど、まあ大変だわ。あのまさかな、まさか自分が親の病院連れてったりなんだりするような年齢になると思わなかったよ。てか早えよ猛録するのが早えんだよ、うちの親はまあだけどね、その分ね、その分頑張ってね仕事してくれたんだってことだな。それにしても早えな他の昭和34年生まれなんだけど、他の34年生まれの人らはもう磯ピンピン動き歩いてるぞ。あのね、釣り替えあるあるのハイパーおじいちゃんじゃねえけどさ結局近場の NOSWAL、 うわ吸い込まれる。ああ今21時1分なんだけど、風呂入ってまああの身なり整えて髪セットして、で今からお仕事でお世話になってるすすきののデリバリーヘルス店の人妻団地さんの YouTube チャンネル、妻団チャンネルさんあのの動画編集して、あの概要欄に皆さんのズマダンチャンネルさん載せとくんで、ぜひあのチャンネル登録してください。あの可愛い子、素敵な方、愉快な方、あのなんか一緒にいたら幸せになれるような方いっぱいいるんで、ぜひあのチェックして、もし気に入った子がいたら利用してみてください。おはようございます。これって何日の日常だったっけ、これ。12日分の日常か。今14日なんだけど。いや、あれね。12日は、あの仕事した後に動画遅くまで撮って寝ちゃって、で13日、昨日は、もう具合悪くて、で何もしてなかったっていう。で、明けて14日、うん、いいんじゃない？ね、3日間にまたがる日常。もうそろそろ北のロッキーチャンネル、ネタ切れだわ。北のロッキーチャンネル。